ははい皆さんこんこにちは村長ですメロダイン5の続報というか使ってみた感じをもう少しやってみます今日はメロダイン5がスタジオワンとものすごく相性が良くなったという件ですどういうことを言いたいか早速やってみましょう今画面には UJAM のシルクがありましてここに作ってますようにミディがが ドミソドドファラ、ドミソソシレ CFCG の順番に簡単に書かれていますユージャムはここからもうすぐにアルペジオを弾いてくれます聴いてみましょうこんな感じに U-Jam は自動で演奏をしてくれますこのデータをオーディオに変換しますなぜそういうことをしたいかというとこれを最終もう一度 MIDI のデータに書き出したいわけですね今は白玉が1小節に1個ずつ入っているだけです、えー、実際なっている音はアルペジオもしくは今の感じで言えばスリーフィンガーピッキングになっているわけですね じゃあ、これをオーディオ変換してみましょう。変換した音はこんな感じです。はい、このようになっています。これを一度、メロダインの5をかけてみます。 はい、変換されましたが今はメロディックになっていますので1を分析しますポリフォニックに切り替えます今までよりもこの変換作業がとっても速くなったそんな感じがいたしますそしてスタジオワン1の最大の機能であるこのデータをミディトラックにドラッグするだけで 完全な MIDI 変換ができますこんな感じですね状態を少し聞いてみましょう音源はピアノの音源で鳴らしています 少しのつのつしノノツツた感じがありますね、えー。これをちょっと手前まで戻ってみましょう今回のメロダインには音量を合わす機能があります全てこれを選択したいと思いますそして今まで4までにはなかったものですが小さい音を大きく大きい音を小さく 大ききい音は、なるべくそのまままにししておきましょう。このように平均的な音量を整えることができますこの状態でもう一度ミ d i トラックに変換してみます画面の下にありますようにミ d i の音量がある程度一定になりましたねもう一度やってみましょうこれを最大限 一緒にします。これで 100%100% 100になります。OK します。そしてもう一度トラックをコピーします。見てください。このようにベロシティがほとんど統一されましたね。こういう機能があるからこそ これを再生してみるとこういうような感じに音量を一定にすると本来はグルーブが必要なんですけれどもまあ安定した ミデ,ィデータに切りり替わったりします今まではこのようにドラッグアンドドロップでメロダインをミディトラックに変換した時にはもうでたらめな音がたくさん出てきたり音量が一定しなかったりしましたがここで音量を平均できるマクロがついたことでかなり変換のバリエーションが増えたんではないかなと思います。 今日はスタジオワンとメロダインの連携がとっても良くなったそんな感じに思ったのでその辺についてレポートをしてみました。村長でした。